京阪バス、寝屋川営業所。京阪バス、寝屋川営業所とは、大阪府寝屋川市高柳坂江町にある、京阪バスの営業所である。最寄りの停留所は、寝屋川車庫である。片の営業所開設以降は、片の営業所の支所となっており、片の営業所寝屋川支所あるいは単に、寝屋川支所と呼ばれていた。門扉にある名番は、現時点では、寝屋川支所のままである。 京阪グループ共通バスカードで印字される略称は、ネ、ね、や、車両車に記してある略称は、ネ、ね、である。2010年3月よりピタパの使用が可能になった。主に、ネア川市と森口市を結ぶ路線と、ネア川市駅と、雪南大学を結ぶ路線、コミュニティバスタウンクルを中心に運行している。2000年10月1日より、京阪シティバスに運行管理を委託する。 同時に使用路線である11号経路寝屋川市駅、西口、説、南大学、大沼公園をはじめ、1 0号経路寝屋川市駅循環、及び任那寺線や、22号経路の寝屋川市駅、西口、任那寺間のほとんど、27号経路寝屋川市駅、東口から太間口、当時は小型車で運行の方の営業所移管及び、14号経路ネア駅、西口、 大和田駅の門前営業所移りが実施され、さらに貸し切りから撤退し、新車導入を凍結するなど、一旦は大幅な業務縮小を実施した。しかし、2002年8月新車の導入が再開され、京阪バス発のノンステップバスが導入される、車番 N-3100、N-3101 号車の2台。 2003年新設のタウンクルネア川音羽町線を2004年に、片の営業所よ移管し、氷延駅に口にも乗り入れる。また、説、南大学林ン便も再開し、森口市のタウンクルを、門前営業所より管。現在では、蒸気で移管された路線もネア川管轄に戻っている。ただし森口鶴見緑地線の19号経路などは、逆に、一旦ネア川から、 間の管轄となった。その後も、徐々に、業務範囲が拡大し、さらに2006年には、寝屋川北、河北線、寝屋川黒丸線を開設し、寝屋川東部だけでなく、市場縄手市にも乗り入れるようになった。2007年9月29日からは、茨城方面への路線が改良し、寝屋川管轄路線が初めて、設置し、高槻市、茨城市に乗り入れた。 設置市への京阪バスの停留所設置は、1997年8月22日の、スイタや汚染の廃止以来で10年ぶりとなり、ネア川社の運行は初めてである。また、淀川新橋を越える初めての路線開設である。これにより同営業所が乗り入れる、自治体はすでに乗り入れているネア川、門間、森口、大阪、市場縄手、スイタの各市に、 これらの市を加えることから、旧自治体にまたがりその数は、京阪バス中最も多い数になるものの、寝屋川市や森口市で市域の一部から、半分程度しか走行していない区域も多い。過去には、京阪急行線で天馬橋より、京都府の山条京阪までの路線を管轄していたが、現在は廃止されている。しかし、以前より、水田市方面への路線を有するなど、 特徴的な路線も多い。廃止路線では、2008年まで存在していた1号経路の、寝屋川市駅、西口、京阪京橋間の路線は、京阪バスでは、数少なくなった、所要時間が片道1時間を超える路線であった、約1時間17分。末期の運行本数は、平日3往復であった。2008年10月18日以降は、 土井京阪京橋を廃止して1号経路は土井までとなった。2009年10月31日のダイヤ改定では、15号経路の廃止、土曜、休日の3号経路を、早朝の京阪森口市駅行き1本、深夜の寝屋川市駅行き1本を除き、新設の5号経路に変更、門間営業所管轄系統であった森口南部線、鶴見緑地系統など、を移管し、 再び19号経路などを担当している。これにより、森口市駅を発着する一般路線バスはすべて寝屋川営業所管轄となったリムンバスに門間管轄が残る。2013年3月16日のダイヤ改定では、全日、終日にわたり寝屋川茨城線の増発を行ったが、その際に平日ダイヤ実施日の大半の運用と、早朝、 深夜の大野間公園天屋線の一部便を高槻営業所に移管した土曜ダイヤと休日ダイヤの実施日は全便寝屋川営業所が引き続き運行している。2014年4月1日より全路線の運行委託先を同日付けで京阪式バスを九州合併した京阪宇治バスから社名変更した京都京阪バスに変更した。 2016年12月3日のダイヤ改定では、森口市内の路線を、森口南部線を除き、第二次駅拠点に変更し、1号経路の日中の運行を廃止し、1A 号経路及び6号経路を新設、4号経路と 9A 号経路を第二次駅発着に変更した。また、森口市内のタウンクルを一般路線化し、役目系統は 8A 号経路。 大久保系統は8倍都合経路となり、日中はそれぞれを大日駅経由で統合した8号橋が新設された。2018年4月1日のダイヤ改定では、北高観光バスが大日駅、説南大学根谷川キャンパス間で運行していた通学専用バスの廃止に伴い、大日駅、説南大学間において9号経路、確定便及び NS 経路、 ノンストップ便を新設、旧英語経路の第二地域発着便を、節南大学発着に延長した。矢印は片方向きのみ、循環経路は右回りを基準とする。バス停名称については、原則として廃止された経路が運行されていた、当時のものを表記したため、現在の停留所名称と異なっていたり、以下の項目間同士で異なっている場合がある。 かつてはほぼ、日野社で揃えられていたが、バリアフリー法の関連で導入された、三菱不走のエアロスターワンステップ車の導入、遺跡をきっかけに2社がほぼ均等に導入されている。また2015年以降は、イスズ車も導入されている。中型車がメインになったが、大型車及び、中型長尺車も11.125経路及び、NS 経路での需要があり、比較的多い。 また、バリアフリー対応の中型車の先駆けとして導入されたものの、軽半バスではたった1台しか配備されなかった。日のレインボー RJ1 ステップが2016年冬の廃車まで廃棄され、2012年夏まではやはり1台のみであった日産ディーゼル RM1 ステップが配備されていた後に、男山営業所に転属し、現在は京都軽半バスに移籍。 タウン来る用の車両については、該当記事を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。